あ、やばい、ここにつけるの忘れた、やばい、きます。じゃあ次ラケット塗っていきます。縫いました。分かんないと思うけど、シダラケット完成しました。ではシダしていきます。行ってきます。みなさんこんにちは、松田健太です。今回の企画はバタフライの卓球レポートとコラボということで、僕の方ではラバーのシダ、卓球レポートの方ではラケットのシダをしていきます。このラケットで打つんですけど、まずラケット LC、 全部ディグニックスです。4種類プロ QC と64の組み合わせで、05と80の組み合わせで、で打ったことあるのが04のみです。僕はループしてもらって変わったぐらいで大体わかるです。いいか悪いかは、そこって結局もうなんていうんですかね、慣れると思うんですよね。ちょっとした差なんで、飛ばないからなんかできなくなるとかじゃなくて、もっとなんか例えばループしまって強烈な回転同士が当たる方がやっぱりラバーの性能とか分かりやすいんで、まあそれこそ引き合いだとか、まあ向こうがすごいドライブかけてきてこっちのドライブ返したりする方がよりラバーの性能が分かりやすいかなっていうので、僕はこういう系でシダはしてます。初めは僕が一番気になってる09シーン、はい、
上に上がるんで、結局はこの人がいいからだと。すごい。もう映んないですよ。ゼロ消し。ゼロ消し。おお。めっちゃ嫌です。いいですね。六四。おお。でも、やっぱりゼロ級シーンに比べると上には上がらないですけど、テラジーシリーズに一番似てるかもしれない。そのめっちゃ上に上がるわけじゃないんで、テラジーを初めて見た時ってすごい上がるラバーだなと思ったんですよ。リグニックスってそれ以上に上がるんですよ、ゼロ5とかだと。でもそれがあんまりない、って感じだから、リグニックスの中では一番僕の中で扱いやすいラバーですね。今の腕ですね、今の腕。じゃあ次ゼロ五。でもやっぱ浅いですね。だけど一番打ってる感はあります。自分のこの手元でクンっていう音が一番するのはゼロ五です。これが一番好きな音なんですけど、これが一番何言ってんだ、これ宇宙感が一番ある。まあやっぱ宇宙感が一番ちょっと浅いですよね。深い、深いです。打ち方変えてるわけじゃないですよね。すぐ歌ったかも。さあ、難しい。だいぶ特徴があったんです、これで。今打った感じで言うと、まあ、09C が一番回転かかる、64が一番コントロールしやすい、05が一番打ってる感がある、で86が一番ボールが深い。やっぱ違うの？違うです。本当に4種類とも見事に自身の社会で打ち見ます。あれどうだろう、ちょっとすごい。おー、いいターン。強くあった方がいい。強くあった方がいい。なんか強くあついたら結構失速しちゃうし、弾く。いや、弾く今はいかないんですけど、回転かけながら、ちょっと深く強く当てないと、いいボール。いくよ。おぉ。すごい軽そう。あんま上上がんないよ。やっぱでも難度は低いよ。軽そう。じゃあ、ゼロ五。一番気持ちいい。一番癖ないですか？気持ちいい。やっぱボールが力強いから。置いて帰る。置いて帰る。手にかけます。わあ。あ、でも、やっぱいいわ。05がどちらが出たら下回転とか、まあループドライとか、その全時回転強烈なスピードに対して強くて、64と80は普通のロングボールに対して強いイメージがあります。硬いほどその強烈なスピンだとか
まあ、下回転うちに結構突きしてそうなイメージで、そんな回転かかってない分に対しては松江ドロピオンがいいボールいくのかなっていう、今フォアドライブ打った印象はそれでした。フォアみたいに上に上がるかって言ったらそうでもないみたいな、まあ、回転量によると思うんですけど、フォアだからしっかり回転かけれてるんで、でもフォアみたいにギュンっていうのはないと思う。これじゃあ0-5、あ、6-4、うん、あ、急に速い、バックいいんじゃない、バック6秒でいいっすね、バックバックやっぱバックとは全然違うっすね。おーやべえ、あおいおいあいい感じ、ちょっと浅いかも浅いっすね。64がいて受けてる感じは、ね、あ、じゃあ僕も見ていかない、そうですね、僕も見てます。じゃあ8-0、あーやっぱ深いね。8-0もでもいいっす、でもいい、64-80、やっぱり逆になるんですかね、あ、本当ですか、うん、いや、なんか僕が一番取りにくい、はい、僕が一番取りにくい、あ、まっすぐ、いや、なんか僕のイメージだと今のやった感じ、フォアの時に割と良かったラバーがバックの時にあんまり良くないみたいな、逆になるイメージ、うん、僕的には 6-4、8-0 と 0-5 がちょっと一緒ぐらいで、 0-9-C が一番バックは合わなかったですね。やっぱり本当に強く打たないと生きたボールいかないというか、こっちを打っている感じとしては向こうがどう思っているか分からないですけど、僕はまあバックにすごい適しているなと思いましたね。 09C はまあパワーがある人、やっぱり強く当ててなおかつ回転かけたらすごくいいボールが来ましたね。あと相手も取りづらそうだなっていう、でもその分当たりとかが弱いとあんまり生きたボールがいってないような感覚があったので、やっぱりしっかり強く当てれるパワー型に合うかなって思いました。カンターは逆にそのパワーとかあんま関係なく深いボール行きましたね、いいボールが対回転に対してすごい強いです。64はバックで一番良かったですね。フォアの時はそんなにボールも上がらなかったし、深さもまあ普通なぐらいだったんですけど、バックになると深くもなったし一番上に上がったっていう、だからバック苦手な人だったり、あとはさらに上手くなりたい人に変えるチャンスだと思います、この64は。0-5は一番打ってる感覚、その掴んでる感覚が一番あって、まあ回転もかかりますし球も行くんですけど、ちょっと気持ち浅いかなっていうのはありましたね。フォアハンドでもバックハンドでも両方バランスが取れたラバーだなと思いました。だからまあ両面使う人も多いだろうなっていうのは改めて感じました。ラスト80、8-0は一番ボールが深かったです。球の弾道は 09C と 05 に比べたら少しは低いですけど、その分深いんで相手は取りづらそうだなっていう印象が来ましたね。これはどちらかといったらパワーがそんなない人でも深く行きやすいです。僕もパワーないんですけど、僕でもやっぱり簡単に深く行ってたんで、
その分パワーがない人でも深くいけるラバーなのかなっていうのはすごく感じましたね。それが各ラバーの違いです。もし健太が使うんだったらどの組み合わせですか？僕が使うなら、いや迷うですね。64はバックは確定なんです。確定、はい、確定64バック確定です。一番言ってました、浮いてる感覚もあったんです。で 09C 僕パワーあったら使うかもしれないです。しかやった時一番ボールいってたんで。でも僕ってなると8-0か、8-0っぽかったですね。深くいった方がいいんで、ラウンドより。ラウンドって結局自分の回転とかでコントロールできそうなっていう、まあ、そうだね。で深いのってなんか狙いたいですけどあんま狙えないじゃないですか、うん、その深く狙えって言われますけど、うん、いっぱいいっぱいの時は、そうそう、で試合の時とか、うん、なんか自然に出てもらった方がよくないですか、うん、試合の時ってやっぱり回転量を結構気にするじゃないですか、うん、深さってあんま考え、うん、出ないじゃないですか、うん、難しいんで一番。なんでラバーでなんていうんですか、ケアしてもらいたいんで、そうなると 8-0 になるんですね。自然に何も考えてなくてあの深さ行ったんで。だから僕はフォア 8-0 バック6-4ですね。ありがとうございました。今回ラバー編で試打したラケットをそのままプレゼントします。詳しくは概要欄をご覧ください。